以下。どっちだと思う？来る？それとも来ない？別に答える義務はございませんわ。まだ強がる元気があるってのはたくましいわね。人質になるってのは大人でも怖がる状況なんだから、正直に答えてもいいのよ。正直に答えてよろしいのでしたら、その服装見ているだけで暑苦しいですわ。もっと夏らしい格好をしていただけませんこと。あらあら、それは残念。この格好割と気に入ってるんだけどね。私はね、さとこちゃん、多分信じないでしょうけど、あなたのこと決して嫌いじゃなかったわ。あなたの生い立ちも境遇も病気のことも同情の気持ちが全くなかったわけじゃない。研究対象と扱ってきたのは認めるけど、本心から感知してもらいたいってあなたの治療には関わってきたつもりよ。今さらどういうわけですの？そんなことくらい分かっておりましたわ。症候群のお話は監督とリカからお聞きしまして、自分がその病気にかかっているなんていい気分ではございませんが、私の病気に対してあなたがどれだけ真剣に取り組んでいたのかくらいそばにいて感じないはずがありませんもの。ええ、私にとってね、ひなみざわ症候群の研究は私のすべてだった。だからね、自分でもおかしな話だけど、あなたのその病気を治さずにこんなことをしていることに今も両親が痛まないわけじゃないの。それならもうやめてくださいませんこと。今ならまだ間に合うかもしれません。私もここに連れてこられるまでのこと、ニーニーを隠していたことも全て水に流しても構いませんわ。そうね、それができたら。でもね、あなたを憎みきれない弱い自分を知れば知るほど、どうしても認めたくない、むしろ消し去ってやりたい存在がいるの。それが私と同じ時間に生きて同じ空気を吸っていることすら愛わしい。不具体転とでも言うのかしら。せめて同じ世界にどちらかがいなければ、私もここまで心を闇に侵されることもなかったのかもね。そんなにも理科が憎いのでございますか。ええ、あの子というよりもあの子を中心とした運命ってやつがズタズタに引き裂いてやりたいほど憎くて仕方がない。この黒く煮えたぎった感情はね、あの子の赤く染まった臓物を見るまでは収まらないのよ。それが私の復讐なの。私を裏切り絶望に叩き込んだこのクソったれだ運命ってやつにね。そうでございますか。
やっぱりな。時間通りね。約束を守る人って好きよ。いいわ、続けなさい。ずいぶん期待されてるんだな。こんな子供相手にこれだけの人数、恥ずかしいとは思わないのか。最低限の礼儀よ。こんな条件を飲んでわざわざやってきた勇者さんたちに対してのね。それは光栄なことで、ま、いくら追い詰められたからって人質を取るような大人にだけは絶対になりたくないけどな、俺は。これが自衛隊のえりすぐりの病の部隊とはね。今度から名前を変えたらどうかしら。負け犬部隊。それで？こちらから提示した条件のものはそれかしら？ああ、これだ。これで全部かしら？ああ。ただし、コピーはまだこちらの手元だ。ついでに、ネガはそこにあるが、現像した写真はまだ処分していない。中身は見ていないけどな。何？貴様！やめなさい。全部と言ったのに、これじゃ約束違反でしょ。どうしてくれるのかしら。ちゃんと思い出せ。コピーと現像物までとは聞いていないぞ。それに俺と里子を無事に返してくれる保証もないからな。保険をかけるのは当然だ。もし俺たちが時間内に戻らなければ、その資料は警視庁公安の赤坂警視に渡されることになっている。ただし無事に戻れば全て焼却して処分するつもりだ。それこそ信用できないわね。あなたたちが約束を守る保証は？あんたたちと一緒にするな。それだけだ。いいわ、この子は返してあげましょう。行きなさい、さとこちゃん。さとこ、怪我はないですか？リカ、なんで来てしまったのですか？せっかく。あなたの頑張りを無駄にしてごめんなさいなのです。でも僕は大事な友達を見捨てるような人間ではいたくないのですよ。リカ。それじゃ三文劇はそれくらいでいいかしら。フルでリカをこちらに。で、いつ俺は迎えに来たらいいんだ。
ケイチ、言ってる意味がよくわからないわね。どういうことかしら、前原くん。俺はリカちゃんを連れてこいとは聞いた。だから連れてきたが、渡せとは一言も聞いていない。違うのか？この野郎、ふざけるのもいい加減にしろ。ふざけてないぞ、俺は真面目だ。これは取引じゃないのか？引き渡せと言っていない以上、それに従う義務はないし、約束は守っている。それでも足りないと言い張るなら、もう一度そちらから条件を出せ。ただし、二人は連れて帰るぞ。あのね、そんな子供の論理が通用するとでも思って？子供の論理がダメなら、大人の論理で行こうか。俺たちはお前たちの支援ルートを全てぶっ壊せるだけの証拠を本部に残している。ここで俺たちを殺せば、お前たちに残されるのは破滅か自滅だ。ナポレオンが地獄を味わったロシアの焦土作戦を体験してみるのもいいけどな。貴様、残念だけどその要求は飲めないわね。あなたたちの選択は二つだけ。一人が死ぬか、三人が死ぬか、そのどっちかよ。じゃあ交渉決裂か。な、こんなとこへ来るのに何の準備もしてないわけがないだろう。アホどもが。しかし立てと言った。お前たちもそれ以上動くな。ハッタリとは味な真似をしてくれるわね。よくわかったな。新刊を抜いただけの本物なのに。本物か偽物かなんてどっちでも一緒のことよ。かける価値すら感じないわ。私はね、これまでずっと運命と怠慢を張ってきたのよ。この程度の小細工で私の意志の力を砕くことなんかできない。たとえこれが本物で足が吹き飛んだとしてもね。見損なうな、コッパが。あんたたちのちっぽけな力でこの私が命を賭して力ずくで作り上げた運命を変えることなどできるものか。ケイチ、ケイチさん、わざと外してあげたのよ。わかってるでしょ。もう一度だけ言うわ。フルでリカを引き渡せ。もう余計な言葉はいらないわよ。ケイチ！わかった。今から行かせる。
リカちゃん、すまん。いいのです。ここまでしてもらえたら、関東省なのですよ。ミパーン。ケイチさん！いい子です、サトコ。タカノ、これでいいのですか？ようこそ、祭りの舞台に。いにしえのお姫様。これで、約束はすべて守ったはずです。ケイチたちを返しなさい。その前にちょっとだけ教えてあげる。今、おこのぎたちが交戦を開始したそうよ。あなたたちの別動隊とね。ちょっと、なんでこんな地元の人間でも知らない小道にこれだけの人数が詰めているのさ。敵も読んでいたということでしょう。正面突破だと人質の命が危ない。ならばリカさんをおとりに私たちが背後をつく。ちょっと詳しいやつなら考えてもおかしくない。それでもここまで道の封鎖を徹底してくるなんて、しかも道路にまきびしまで撒いてるなんて、用意が良すぎるよ。なんでこれを思いつかなかったかな。このままじゃケイチ君たちが。みーちゃん、他に道はないの？ないこともないけど、ここからだとさらに遠回りになるよ。しかも道というよりほとんど草木の隙間みたいなもの。くそ！ただでさえここで足止めのロスがあるのに、どんどん遅くなる一方じゃないか。いくらケイちゃんでもハッタリの手榴弾一つで切り抜けられるわけがない。リカちゃんを残して脱出してきても急がなきゃリカちゃんが殺されるだけ。もうどうしてこういう時にいい知恵が浮かばないんだよ。救いたいですか、あなたの仲間を。決まってるでしょ。当たり前のこと聞かないでよ、レナ。レナ何も言ってないよ。え？だって今。バス停に戻りなさい。その脇の道を通って神社に。ないよ。そっちって古手神社からあさっての方向じゃないか。遠回りどころか見殺しにしろってこと？みーちゃん。何さ。さっきから気になってたんだけど、向こうの兵隊なんで顔に変なマスクかぶってるのかな。変なマスク？
嘘、 RPG！ 伏せろ、みんな！それって…残念ね。すごすご帰るふりして隙をついて助け出すつもりだったんでしょうけど、こっちも万全で構えていたから。でもなかなかよく考えたとは思うわ。その努力賞にいいものをこれから見せてあげようかしら。リカちゃん、あなたも自分が死んでから村がどうなるか興味ない？緊急マニュアルの発動かしら。村人を災害避難と偽って一箇所に集め。あら、よく知ってるわね。それは入江所長からかしら。残念だけど思ったようには集まってくれないでしょうね。今頃村の人たちにはこの陰謀についてかなりの情報が行き渡っているはず。少なくとも私が死んでもたたりに怯えてあなたたちの扇動に惑わされることは絶対にないわ。どういうこと？緊急マニュアルを発動しても48時間後に生き残った村人の症状が悪化して問題が起きれば、東京の上層部と実行組織である山犬の責任問題に発展する。そしてもし48時間経っても村人たちに何も起きなければ、あんたの信じた雛見沢症候群の研究は完全に形骸化する。いずれにしてもあんたたちは破滅だ。公安の力を借りるまでもないな。そこまでもう進めていたってことか。私の読みが当たって万全の準備が生かされたかと思うと、もうおかしくておかしくて死んじゃいそうだわ。な、何を。それだけじゃないのよ。なぜこの時間にあなたたちを呼び寄せたと思う？真っ昼間だとね、使えないのよ。矢号地に向けた信号弾がまさかここまで使うことになるとはとても思っていなかったけど、備えあれば憂いなしってところかしら。な、何をする気だ。覚えてるかしら、リカちゃん。軽度の感染者を一気にレベル5状態の症状に引き上げるアンチワクチン H173 のことを、私はそれをずっと研究し続けて、そしてつい先日に改良版を完成させたわ。空気感染さえも可能にした新型ウイルス H173-02 をね。知ってる？矢号地はね、この雛見沢の風上にあたる場所だから、農薬の散布を行うヘリを飛ばすときはそこから出発するのが一番なの。
そして風に乗って地上へと降り注がれるわ。そんなまさか。警察もあなたたちの仲間もこの神社と診療所に関心を向けて、みんなこの村の中に集まっている。そしてヘリが飛んでも誰も気づかない。誰も止められない。やめて。そんなことをしたら村の人たちは終わりよ。いえ、始まりかしら。神々に生贄を捧げる厳かな祭りのね。やめろ。その傲慢ちきで斜に構えた肉肉しい顔が歪み崩れる姿をね。どう、悔しい？私が憎い？殺したい？残念でした。あなたたちには何もできない。あなたたちはただそこで見て、自分の無力と愚かさを呪ってのたうち回って苦しんで、そして死ぬのよ。それがあなたたちの運命。私があなたたちを招き入れた最高の舞台で最高の祭りの姿なのよ。あはははだの、あんたは、あんたってやつは！あなたたちはよく頑張ったわ。だからご褒美に、苦しまないよう、一思いに殺してあげるわね。まずは、あなたからかしら、前原圭一くん。さよなら、前原くん。あなたの青いところは好きだったけど、世界はもっとどす黒くて残酷なのよ。